はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ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 、ついに来ましたよ、マリナーズの救世主。今週の火曜日、現地時間では月曜日でしたが、マリナーズ関連のニュースがいい意味で球界中をにぎわせまして、それがこちらの ESPN ジェフ・パッサン記者のツイートで、マリナーズがトッププロスペクトのジェレッド・ケレニックをついに MLB に昇格させるというニュースが出ました。いや、やっとケレニックをメジャーで見られるのかと思わず嬉しくなったというか、おかしくなったというか、まあ、ツイッターでこんなツイートをしてしまいましたが、それはさておき、今季ここまでなかなか打てないマリナーズ打線にとって、ケレニックの加入は大きな力になるでしょうし、また彼が今後のチームの中心的な存在になってくれることを誰もが信じているわけですから、その高い期待に見合う活躍をぜひ見せてほしいですね。で、ケレニックは何か不測の事態が起きなければ、現地時間木曜日からホームシアトルで始まるインディアンス戦から合流予定とのことで、日本時間で明日ですね。さて、当チャンネルではすでに何度かご紹介していますが、改めてこのケレニックがどんな選手かご紹介しますと、高卒ながら2018年ドラフト全体6位でメッツから指名を受け、プロ入りを果たすと、その年のオフにロビンソン・カノーラが絡む大型トレードで、マリナーズ側の見返りの中心の存在としてマリナーズへ移籍。その後順調に成長していきまして、現在 MLB.com の球界全体のプロスペクトランキングでは4位、外野手の中では1番となっていますので、マリナーズのみならず球界全体で見ても特別な才能を持つ選手として期待されています。走攻守揃った5ツールプレイヤーのポテンシャルを持った選手で、特に強みなのがバッティング。広角に打ち分ける器用さを持ち、近年はパワーもついてきたという評価も受けていまして、それでいて打席でのアプローチも優れているということで、バッティングについては文句なしの才能を持った選手ですね。走塁守備も平均以上くらいにはなれるだろうとの見立てで、外野もセンターに残れそうなので、センターラインを守りながらかつ中軸を担えるバッティングも持ち合わせている点がやはりいいですよね。マリナーズは2018年のオフから再建に舵を切りましたが、このチームの立て直しとプランにおいて、ディポと GM は間違いなくこのケレニックを柱として考えているでしょうし、これからのチームの未来を文字通りになっていく選手となります。ただそんな特別な選手でありながらも、今季は開幕をマイナーで迎えていました。これにはいくつか要因があるのですが、まずケレニックは今年のスプリングトレーニング中に左膝の怪我を負いまして、一時は開幕も間に合わないのではないかと言われていました。幸いなことにそこから驚異的な回復を見せ、2週間程度でゲームに復帰することはできましたが、春先に2週間もの時間を失ってしまったのは、ケレニックのように開幕ロースター入りに向けてアピールが必要な選手にとってはあまりに痛い。また同じく外野手で、これまた同じくトッププロスペクトのテイラー・トラメルが怪我せず大活躍していましたので、トラメルが優先されたという部分もあるかと思います。他にもケレニックは通算で AA 以上で21試合しか出場経験がなく、ディポと GM もケレニックが MLB 直前の AAA でどの程度対応できるかをまず見てから決めたいという思惑もおそらくあったでしょう。そして最後、昇格を遅らせた一番の要因だと思いますが、サービスタイムの関係ですね。MLB では丸6年間プレイすると FA 権を取得できますが、そのカウントの方法上、4月下旬ぐらいまで昇格を遅らせれば、FA 権の取得を1年後ろ倒しにできるんですよね。ケレニックほどの特別な選手であれば、チームとしてもなるべく長く保有したいというのは、それは当然の心理ですし、こういったトッププロスペクトの場合、しばしば MLB 昇格が少し遅れるということがあります。ただこれは選手側にとっては不都合な話ですし、チームも表立ってこれを理由にすることは普通の球団ならないんですけどね。まあ、マリナーズは普通の球団ではないですけど、それは右上の動画をご覧いただければわかるかと思います。思い出したくないですけど。で、いろいろあってトリプル A で開幕したケレニック、今季はマイナーの開幕が1ヶ月遅れて今月にずれ込んだんですが、まあ、トリプル A でいきなり打ちまくりましたね。まずトリプル A デビュー戦でケレニックは2打席連続ホームランを放つ活躍を見せまして、もうこの時点ですでにトリプル A ですらやることない感じは受けましたが、デビュー戦から4試合連続でマルチヒットを含む6試合連続ヒットを記録。6試合で打率3割7分、出塁率4割1分4厘、長打率6割3分、OPS にして10割4分4厘と、もうこのレベルでは敵なしの状態でした。AA 以上の経験が少ないというのも、正直ケレニッククラスの選手であれば大した問題でももしかしたらなかったのかもしれませんが、多くのファンが感じたように、おそらくディポと GM もケレニックは AAA のレベルにすでに収まっていないと感じたのか、 AAA でのプレーが見たいといった割にはわずか1週間で MLB 昇格という運びとなりました。今回ケレニックの昇格が報道されたのが現地時間の月曜日、ただ実際に昇格してくるのは現地時間5月13日木曜日ということで、少々間が空いています。
もう昇格させることが決まっているんだったらすぐに上げればいいのにともしかしたら思われる方もいらっしゃったかもしれません。ここにもチーム側の思惑もいろいろと絡んでいると思われまして、これらはシアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者も挙げていましたが、まずコロナ禍特有の理由が一つあって、チームはこの時ロサンゼルスに遠征中でした。でマリナーズのトリプル A タコマレイニアーズは本拠地のワシントン州タコマで開幕シリーズを戦っていましたので、もしロサンゼルスでの試合からケレニックを合流させるとなると一般の飛行機に乗せる必要があります。その場合マリナーズは関係者のワクチン接種割合が 85% を超えていませんので、合流するにも48時間の隔離をしなければならないそうなんですね。なのでそもそも間に合わないと。そして2つ目以降がチーム側の思惑で、ホームでケレニックというトッププロスペクトをデビューさせれば、彼にとってもホームというやりやすい環境で MLB デビューを迎えることができますし、なんといってもチケットが売れます。しかも数日前にケレニック昇格がリークしましたので、見に行きたいファンのためにチケット購入の時間的猶予を与えたということもおそらくあるんでしょうね。トッププロスペクトの昇格となると戦力だけではなく工業面だったり選手と環境整備だったりといろんな配慮がなされるのがなかなか面白いですね。しかしそれだけケレニックがチームにとって重要な位置づけの選手というわけですね。今のマリナーズとにかく打てません。チーム打率は2割8厘、先日はノーヒッターもやられてしまいました。最近カイル・ルイスの調子が上がってきたのは好材料ですが、上位打線以外のバッティングでの貢献はほとんど望めないぐらいには成績も低迷してしまっています。さらにひどいのがケレニックがこれから入るであろうレフトのポジションの選手の成績で、打率が1割6分4厘、OPS も6割を切っているような状況ですので、ここにケレニックが入ってくれるのはとにかく大きいです。新人のいきなりの活躍を過度に期待しすぎてはいけないでしょうが、おそらくマリナーズはケレニックが昇格してきたらすぐに彼を打線の中軸に据えることになると思いますし、その期待に見合った活躍ができる選手だとも思っています。マリナーズのルーキーとしてはおそらく2005年のフェリックス・ヘルナンデス、それから2011年のダスティン・アクリー以来の期待の高さを背負ってのデビューとなりそうですが、ケレニックはものになるかどうかはマリナーズのこれから数年間を決める重要な要素となってきますので、これまで多くのトッププロスペクトたちがこけてきたマリナーズですが、今度こそ、いや本当にお願いします。ケレニックの昇格はマリナーズの勝負期が始まる合図でもあります。ケレニックはチームに在籍するであろうここから6年7年のうちにチームとして一定の成果は残さなければならないですし、それを叶えるだけの才能のある若手選手も揃いつつある状況です。来年にはケレニック並みに期待されているフリオ・ロドリゲスも上がってくると思われますが、マリナーズの新しい時代どんな野球を見せてくれるのか本当に楽しみです。その中でも何度も言いますが、新しいチームの柱でもあるケレニックにはそれこそ MLB のスターと呼べるようなインパクトにも期待したいですし、ブレイブスのロナルド・アクーニャ・ジュニアやナショナルズのフアン・ソトのようにすぐにチームの中心選手となってくれるといいんですかね。MLB 昇格は5月中旬とちょっと遅くなってしまいましたが、まだ120試合以上残っていますので、ここから新人王なんていう展開もとかいろいろ妄想を膨らませてしまうくらいにはケレニックがシアトルに来ること素直に嬉しいですし、心待ちにしていた出来事なのでマリナーズのこと本当に頼みます。でここからは完全に後から追加したものなんですが、なんとマリナーズケレニックと同じタイミングで投手のトッププロスペクトローガン・ギルバートも昇格させ、同じく木曜日に即先発させるようなんですね。いやはやまさかのケレニックとギルバートが同じ日にデビューなんて展開考えてもいなかったです。ギルバートは2018年ケレニックと同じ年のドラフト全体14位指名を受けた右のピッチャーで、プロ入り後こちらも順調に成長、先日トリプル A 初先発を5回1失点と上々の内容で飾りまして、ギルバートについても今季中のどこかのタイミングで昇格してくるだろうとは言われていました。マリナーズはここのところ投手陣に怪我人が相次いでいて、特に先発できる選手が結構離脱しているのがギルバート昇格の判断につながったと思いますが、こちらのデビュー戦も楽しみにしたいですね。ケレニック・ギルバートの昇格はマリナーズの新しい時代の幕開けを感じさせる出来事ですが、19年連続でプレーオフ進出を逃しているチームはついに長いトンネルから抜け出すことができるでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。